セッション twenty two TBS ラジオキーステーションに小柳一樹と南部ひろみが生放送でお送りしています。ここからはメインセッション。今夜のテーマはこちらです。メインセッション。探求モード。ブラックバイトをめぐり初の提訴、暴行、脅迫、自腹購入の強要、ブラックバイトの実態とその背景とは。 今月17日、飲食チェーンしゃぶしゃぶ温野菜の千葉県内の店舗でアルバイトをしていた男子大学生が違法な長時間労働を強いられたとしてフランチャイズ経営する店などを相手取り、未払い賃金などおよそ800万円の支払いを求める訴えを千葉地裁に起こしました。 訴えによりますと、この大学生は、去年4月から8月まで、122日間連続で勤務させられた上、一部の給与がまだ払われていないと主張。さらに、当時の店長とその夫から、死ねえよと暴言を吐かれ、首を絞められたり、包丁で腕を刺されたりして、殺人未遂や恐喝などの罪で、元店長らに対する告訴状も千葉県警に提出していました。

不当に過酷なアルバイトを強いる、いわゆるブラックバイトをめぐる民事訴訟や刑事告訴は今回が初めてだということです。そこで今夜は、しゃぶしゃぶ温野菜のケースを具体的に紹介しながら、なぜ学生たちはそこまで追い詰められていったのか、ブラックバイトの実態やその背景、そして対策について考えていきます。はい 今日はですね、ちょっといろいろ音声を紹介して、はい、このブラックバイトの実態に迫りたいと思うんですけれども、えー、あ,のあらかじめ断っておきますと、その音声の中には、ちょっとうっとなるというかですね、前によって人によってはストレスを感じるような、脅迫的、恫喝、はい、的な音声というのがありますので、うん、あらかじめそのことをご了承いただいて、はい、番組にお付き合いいただきたいなと思っております。はいえー、では、まずはゲストをご紹介しましょう。<laughs> NPO 法人ポッセ代表で、ブラック企業対策プロジェクトを共同代表の今野春樹さん ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、はい、ええー、河野さんは四月に岩波新書からブラックバイト学生が危ないを出版なさってます、はい、そしてもう一方労働問題のテーマではおなじみですブラック企業被害対策弁護団代表で弁護士の佐々木亮さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします というわけでですね、リスナーの方からメールから始まりましょう。はい、はいえー、ラジオネーム R C さんまるさん、基本的なことをお尋ねしますが、いわゆるブラックバイトの定義というものはあるんでしょうか。はい、今野さんに伺いかがですか。<laughs> あの今ですね、私たちのプロジェクトブラック企業対策プロジェクトでは。 学業学生であることを尊重しないアルバイトというふうに定義づけて、うんうん、この問題をあの提起しています、はい、つまり、例えば単位を取得しなくてはいけないのに、お構いなしにどんどんシフトを入れるであるとか、はい、学生という身分にもかかわらず、大人の正社員並みにさまざまな業務を押し付けるであるとか、はい、そういったような業態のバイトということになるわけでしょうか。そうでですね、うん、今の定義で佐々木さん 大丈夫ですかはい。あの、同じ認識です。うん。というわけで今日はそういったブラックバイトについて取り上げたいと思いますけれども、はい、番組では去年の3月にはブラックバイトについて取り上げました。そうでしたね。その際、佐々木さんと今野さんが代表を務めるポストの板倉さんにも出演いた,だい,たいただいたんですが、その時はブラックバイトについての基本的な知識をですね、 中心にお話を伺いました今回は、ブラックバイトに関する訴訟が初めて起こったということで、この具体的な例を交えながら、実態と対策などについて伺っていきたいと思います。では、早速なんですけれども、今回、一体どんな訴訟が、 起ききてていいいいるのか、はい、そのかそ内容を紹介していきたいと思います、はい、今回提訴したのは、しゃぶしゃぶ温野菜で働いていた二十歳の男子大学生です、はいえ。大学生は親からの仕送りが10万円あり、どうしてもアルバイトをする必要があるという状況ではなかったんですが、こういう日を自分で賄うために応募しました。2014年5月から去年の8月まで勤務をしていました。初、うん、めは週4日、 夕方5時から夜11時まで働いていて、仕事は楽しかったと言い、学業との両立もできていました。うん。というわけで、まあ、こういう日を賄うために応募した。で、まあ、えー、3ヶ月、4ヶ月ほど働いていた。はい、最初はまあ、楽しかったということで、学、学業との両立もできていたということなんですけど河今さん、あの、この方、途中からブラックバイトに変わったということになるんでしょうか。そうですね。うん。どういう勤務形態に変わっていったんですか あの、これもともとはですね、あの、ちゃんと自分のそのペースで働けた、働くことができてたんですが、はい、あの、途中から、えー、先輩のフリーターの方のですね、あの、 あの方が辞めててしまって、ええ、でその人がですね、もともとものすごい長時間労働を抱えてたんですね。はい、でその分を誰かが分担しなければならないといったときに彼,がし彼に白羽の矢が立ってしまった。<う>でその分が全部、えー、彼のところに押し付けられるようになったんですね、うんで。最終的にどのぐらいやらされていたかというと、お店を開ける準備、はい、それから、えー、ずっと接客をしますよね。そして今度片付け等のですね、閉、えー、める作業。ですから、はい、オープンもクローズも彼がやる。 <ー>開けてから仕込みをして、そして接客をして、その後片付けをして出ていくところまで、すべ、はい、てこの大学生の責任だと,と、ね。アルバイトの大学生が、そこまで、ええ、<任>そうです。 これに責任があるからあなたは学校に行ってる暇はないんだと。<う>最初これで夏休みとかですね、こういう状況に一回追い込まれちゃうんです。で、その後学校が始まってもあなたは責任があるから行ってる場合じゃないでしょと。で、あなたがもし学校に行くんであれば、それはその会社に損害を与えることなんだよと。まあ、こういう話になりがちなんです、ブラックバイトというのは。ほうほうですから一,一度たび、最初はね、よくても、その一たびちょっと人手が足りない中で、その辞めてしまった。これ先般っていうのもよくあるんですよ。大学の4年生が辞めちゃったと。ほうほうで、その時に1年、の二年、一年生、2年生に全然 全部振りかかっちゃって、ですねでそこから、えー、あなたが来ないと、このお店が成り立たないんだから<ー>、ここで辞めたり来なかったりしたら、これ、損害が発生しますよと、こういう話にですね常に、まあ、アルバイト、さっき今、なりやすくなってしまっていると、はい、この一番ひどいケースが、このしゃぶしゃぶお野菜で起きてしまった状態なのかなというふうに思いますねなちなみに先ほど私、4か月で言ったんですけども、うん、2014年5月から去年の8月までの勤務なので、1年と3、4か月ほど働いていたということになるわけですね。そうした中で最初の の数ヶ月は通常通り勤務していたんだが、まあえー、先輩が辞めたことによってその業務が一気に降りかかってきたということになるわけですね、はい、これ辞めたら損害が出るじゃないかとかっていう言い回しというのがあ,のあるわけですけど佐々木さん、そういったような恫喝を受けるということ自体、はい、法律的にはどう考えればいいんでしょうあの辞めるのは基本的に自由なので、はいえー、それをこう損害が出るから辞めるなっていうのはこれは一番やっちゃいけない。 ことですね。あの、はい、労働者が好きなように職業を選べる、えー。辞めるのもそれは自由。これがですね、あの、制限してはならないっていうのが、まあ、そもそも労働法のですね、はじめの、その、規制の一つなんですね。労働者が辞めるのを、えー こう止めてはならないと。まあ、奴隷みたく使っちゃいけないっていう意味なんですけど、えー、それが実際やられちゃってるっていうところが、衝撃的な話ですよね。そうですね。で、今度さん実際にこの方、大学には通えなくなっていくわけですか。そうです。ですからあ、非常にその、ひどい話なんですけれども、4か月間連続で、1日12時間以上働かされると。これ、休みなしでですね。休みなしというか、4か月間。1日も休みがない。 という状態で、1日12時間以上働かされる、はい、昼の12時から深夜2時、3時までですねはい、はい、働くということを続けていたので、到底大学に通える状態ではなくて、そうですね、結局、その年の単位をすべて落としてしまうという結果になってしまったんですね、うんうんはい、その大学生は、辞めようとはしなかったんでしょうかやめたいというふうに、えー、店長に申し出る,出るということをしているんですが、だめ、えーえー、だとあの。賠償などですねいろいろこう、うんえー 理由をつけられて、辞めてはダメなんだと言われて、はい、え、本人もですね、あの、もう辞めらんないんだと。で、特にひどかったのはですね、あの、<laughs> この、えっ、ー、と、辞めると、あの、懲戒解雇になると、はい、いうことですよね。懲戒解雇、うん。そうすると、要は次の就職に差し支えると。 ですから、あなた、就職できなくなるよというふうに脅されてしまって、それでもうだめなんだ、やめることできないんだと思ってしまったとというこなんですねバイトで懲戒解雇で何かがつく、就職しにくくなる、佐々木さん、これデマですよねそうですね、もうありえないですね、やめたら懲戒解雇って矛盾してますよね、だけど、そういう大学生の段階でそう言われて、怖くなってしまって、ある意味、洗脳されてしまうという状況になったわけですね。 まあそうした大学生がでも、それでもやめたいという意思はこう出し続けるということになると思うんですけれども、河野さん、あのその後、まあえー、店長などは、ですね、この大学生に対してはどういうそのアプローチをしていったんでしょうか。あのまあ、私たちの方ですね、はいえと。私たちの方としては。あえー、とすみません、えーと、店長の方が,が、えー、学,学生に対してですね。あ,あ,あ学生がですね。えっ、ー、と、店長としては、ですから、えー、その後もさっき言ったような、 あの、長時間労働を基本的にさせていくんですけれども。継続させていくと。ええ、はい。そして、さらに、その、辞めさせ、辞めたいという、この態度の中でですね、その、ええー、まあ、脅して、暴力によって辞めさせないという行為に出ていくんですよね。はい、暴力。ええ。ですから、その中で、今回問題になっているような、刃物で刺すというようなことにまで及んでいってしまう。はい、ですから、暴力的に、えー、まあ、音声の中で出てきますけれども、まあ、首を絞めるとか、 刃物で刺すとか、えー、そういうところにまで及んでしまう、でこれは非常にその難しい話でして、えーあの、難しいというか、ここまでひどいと、これ、異常なんじゃないかというふうに皆さん思ってしまうと思うんですが、はい、実はこの店舗の店長さんも8か月間、連続勤務してるんですね、ですからまともな精神状態ではなくて、<ー>そして刃物で刺してしまうと。 言った部分もあると思うんです。うんなるほど。だから、その双方を追い込まれて、ええ、おかしな空気になってしまって、暴力的なあの引き金というのが引かれてしまったそうですですから、実際、人手不足なんですね。はい、で、その、この少ない予算で、少ない人員の中で、何とか店を開けなければならない。で、そうした時に辞められては困るという中で、はい、密室の空間の中でですね、あの、まあ、刺すまでいかなくても、やっぱり暴力がすごく起こりがちなんです、ブラックバイトどこでも。でこの人に辞められては困る。 で実際、辞めたいと言ってる、大学続けられないと言ってる、はい、実際、大学とこう両立しないわけですから、無茶ですよね、えー、それでもなんとか残そうとしてで、暴力に走ってしまうと。 こういうことがですね、うん、このケースに限らず、いろんなところで見られるわけですね。はい、なるほど。この暴力なんですけれども、ちょっと大学生の方が録音した音声をお聞きいただきたいと思うんですね。えー、女性店長が大学生の首を締めながら暴言を吐く様子というものが音声で撮られておりました。隠して録音されたものですので、音声は悪いんですけれども、その点はご了承ください。い

少しくぐもって分かりづらかったんですけれども最初何なのこいつっていうふうに言ったあとゲホゲホって音がしましたね、はい、この瞬間に首を絞められて絞められた方がまあ苦しくなってむせているうめき声を上げているということだったんですんで後半はもう死ねよもう自殺でも死んでくれよというような形で暴言を重ねていたということになるわけですね河野さんこ,ういこの場面では具体的にどういったことがあったのか改めて教えてください えっと、そうですね。これいろんな、あの、この一回に限らないんですね。はい、で、あの、音声も編集されて、まあ、割と長い音声ですから、あの、まあ、要はですね、この、うんまあ、首を絞めてずっと叱責をすると、あるいは物で叩くという音声も出てきます。はい、で、この音声生々しいのは、後ろでこう、 ホールスタッフにです、ね、お客さんが注文してるんですよ、えーえー、そういう音声がこうパーって流れていく中でそのキッチンの裏では叩いた,た,たり首を絞めたりして、はいえー、強,強括をしていると いうようよなな音声なんですねで要は要するに、うんまあ、もうこの時からからは辞めようとしているということがだいぶ態度として見えてたんだと思うんですね、えー、で一度もう辞めたいということも言ってますし、はい、でそういう中で、あのー、もう辞めさせないために、えー、そういう脅しをしてたんじゃないかなというふうに思います、ね、なるほど、脅しの中に暴力、罵声というものがあるということになるわけですね、うん、暴力以外にも、まあ、パワーハラスメントがあったということがあるんですけれども、はい、近藤さん、どういったパワーハラスメントが。 行われていたんでしょうか。あの例えばえっ、ー、とこの自腹購入ですよね。あなた仕事が、はい、あ仕事がちゃんとできてないということを理由にして、えー、いろんな賠償請求をしたりとかその格、はい、うのなんていうんですね。あの食べ放題券を買わせると。はいえー、例えば十人分つけられている。 あのお店の食事券ですよね、1>, ええ、1回につき5000円、数万円っていうのをこう買わされて、はいえー、食べ放題10人分ですねはい、はいで、その総額が20万円になっていると<う>、このレシートもね、あの証拠が残ってるんですが、ええ、ひどい話がこれ、えー、補填させられてるんですが、その焼肉食放肉、焼肉じゃないですね、しゃぶしゃぶの食べ放題すら提供されてないと、はい、ただお金を払わされてる、はいはい、っていうのがこの20万円分、<laughs> こういうパワーハラスメントですね。 これは佐々木さん、違法ですよね、はいうん、そうですねあの、強制的にやるっていうなったら違法ですよね、えーあの、まあ、提供されてないんですから、その商品っていうかね、はい、食事が、うん、まあ、強制的じゃなければ、なぜそんなことするのかっていうのは、うん、ちょっとありえないことなので商品も与えず、ただただお金を受け取るって、うん、何かを払ったことにするっていうのは、うん、これはまあ、あの、うん お布施とか、あかつあげカツアゲとか、<laughs> そうですね。その類のものですよね。ねまあ、恐喝、ね。恐喝ですよね。はい、うん。そうしたことがアルバイトの現場で行われてしまったということで、うん、これなんかブラックバイトっていうもののイメージを超えて、うん、何かこう様々な犯罪現場の温床ということになってしまっているようなケースとして、どうしても聞き取れてしまいますよね。うんうんうん 他にもお金の話でパワーハラスメントのケースがあると聞きましたが、今野さんどういったケースでしょうかそうですね。さっきも言いかけたんですが、えー、業務態度やミスをなどを理由として、えー、店を潰れ、店が潰れたらお前の責任だということで、はい、えー、数千万円の損害賠償を、請求を示唆した。数千万円そうですね。まあ、弁護士にも相談して今訴える準備をしているというようなことで脅していた、はい、ということです。ではい、数千万円そんなに 要求したわけですか。その責任を全部その人に。うんまあ、そうですね。えー、ただここまで来ると責任も何もない。そうかですね。えー、まあ、要は大学一年生です。相手は。えー、大学一年生ですから、さっき。 ようにですね、紹介解雇にすると就職できなくなるよとか、お前のミスは積もり積もって、えー、だあの店に損害を与えていて、お前はもう責任があるんだ、弁護士も相談してるんだ、訴えられるんだと言われて、思考停止してしまう<ー>で、ただでさえ、これ、大人にこういうことを言われて、18区のです、ね、学生は怖いのに、1日12時間を休まず、毎日毎日働いて大学にも行けなくて、もううつ病になりますよね、などんな大学1年生だとしても、はい、その状態でここうういうことを言っても。 冷静に判断ができない、こういう状態まで追い込まれてしまうと、やめるとかです、ね、これはこんなの不当なんだという冷静な思考にならずに、自分が悪いんだと、うんうん、だ彼は私たちが相談を、えー、できるまで,です、ね、もう大学は無理なんじゃないか、あるいはもう死んでしまいたいというところまで思い詰めていたということなんです、ね、んなるほど佐々木さん、こういったあの損害賠償というフレーズは、はいはい、ブラックバイトの現場ではよく出てくるんでしょうか。 出てきてきると思うんですけども辞めると言ったときに、やめさせないための損害賠償、脅しの損害賠償ですよね、はい、それとその、まあ、アルバイトがミスしてしまったときに賠償しろと。 いうところで求めてくる損害賠償と。はい、大体この2種類がよく出てきますね。うんなるほど。しかしそういった損害賠償は佐々木さん必要はないわけですよね。そうですね。あの辞めると言って損害賠償するぞってのはこれは完全に無視して構いません。うん、で、ミスして損害賠償というふうに言ってくるパターンもありますけども、あの、まあもちろんミスの種類によって一部は 負担しなきゃいけない場合もないわけじゃないんですけど、ほとんどの場合は、えー、あの負担しなくていいことが多いですから、はい、あのもしそういうことがあったら、ですね誰か専門家にあの必ず聞いて、えー、一人で判断しないで、払ってしまうと大変なのであの、相談した方がいいと思いますそれから河野さん、あの今回、刺されたということで告訴してるんですけれども、はい、刺されたってどういうことでしょうか、えー、ですから、その包丁を、お店の包丁をお持って、えー 突き刺すとということをしてるんです、はい、その際に、ですねこれもあの刑事告訴する理由になっているんですが、えー、逆手に持つ、つまり下向きにこう包丁をこう調理している動作のまま刺したんではなくて、はい、要は逆手に持ってですね、えー、こう突き刺すような姿勢で、はいはい、そして実際突き刺したんですね。はいはい、で殺意がアイスピックを持つみたいな感じで。 あのーまあ、これ、殺意が推定されるんじゃないかということで、えー、刑事告訴にも至ってるんですが、はい、まあ怖いですよね、よとにかく、お前はちゃんと仕事してないんだと言って、本当に包丁を目の前で、しかも調理してる姿勢じゃなくて、持ち帰って、えー、そして本当に刺されてしまったと。 非常に怖い生産の事件だと思います。うん、暴行のケースというのは佐々木さん多いんでしょうか。そうですね。あのまあものすごいね、世の中すべてのアルバイトが暴行されているわけではないので、もちろんあれですけれどもあの相談とかですね、えー、裁判例なんかに上がっているものを拾っていくと少なくないっていうのが実態だと思います。うん、で実際その相談レベルで言うと。 あの顔を殴られてですね腫れ上がったとかですねえまあ胸ぐらつかまれるってぐらいだと結構効きますよねですから、どこまで限界があるのかっていう問題じゃなくて例えば、葉のそのパワハラって言われる問題は指導厳しい指導との限界が問題だとよく言われるわけですけども暴行は。 これ、どうやってもダメなので、えーえー、それがあの横行してしまってるっていうところがですね、ちょっと異常かなというふうには思いますね。うんなるほど。今、暴言という話もありましたけれども、はいえー、今回のですね、そのバイトの現場では暴言というものも、えー、ありましたで。勤務時間外にあった暴言として、はい、大学生にかかってきた電話の音声を録音したというものがあります。そちらの模様をお聞きください。お前ね ぐぐちゃぐちゃゃ、カとしたりにんだりしててな我慢も限界なんだよこっちははいじゃねえんだよ誰も言わねえと思ってな今からお前いち行くぞ3人で話そうよおい親呼んでみんなで話しようよね今からお前いち行くから待ってろよ3人で話そうよそうなったらすいませんじゃねえんだよ 3人で朝まで話そう。よ、殺してやったら。<う>殺されてんだろ。お前。殺されてんだろ。だから、そんな生意気なツラしてんだろ今向かってっからよ。ロス本当に殺してやる。はい、うん、というわけで、その非常に強い言葉で脅迫をしていて、この後えー、この大学生の方ですね。大学生の方はあまりに怖くて。 半月間友人の家に居候をしたというふうになっています。河野さんこちらの音声どういうふうに考えればいいでしょうか。まああのもう、うん、まああれですよね。あの非常に犯罪的というか説明不要という感じですね。そうですね。うん。こっちこういうのはもちろん佐々木さんあの。はい これは脅迫罪ということになるわけですか。なりますね。えー、あの殺すって言ってますからね。うん、生命に危害を与えることを予告してますから。はい、あの脅迫罪ですね、うんで。一つの特徴として、えー、まず例えば親を呼んで話そうというの仕方で。うん、何か問題行為があるから、親に迷惑がかかるんじゃないかというような仕方で。うん、まあ、あの追い込んでいく。うん、親を連れてこいとか、親を出せっていうようなことも。一つのまあフレーズ、よく出てくる言葉なのかもしれないですよね。うん、そうですね。あのアルバイトは比較的こう年齢が若い。はい、学生アルバイトなんか特に。 そうなんですけども若いので、やっぱり親が出て、あの身元保証とかはしてるわけではないと思うんですけど、親が責任取るんだということをあの脅し文句にするのは非常に多いですよね。ちなみに3人で話そうよっていう,うに最初、フレーズが出てきたんですけど、はい、これは店長と店長の夫と被害者の3人で、それに親を呼んで4人で話そうというふうに言っていたということになるわけですね。 勤務態度について話そう、こういったことに対して応じる必要は佐々木さんんあるんでしょうかあのないですね、全くその勤務外は何かの指揮命令に従わなきゃいけないという義務は全くありませんので、はい、あのそういういい必要はななです、うん、なるほどその後その学生の方というのは、まあ、今回その脅しとか脅迫とか刺されたりというのがあったんですけれども、河野さん、その後どういうふうになっていったんでしょうかそうかそですねあの私,たち私たちは NPO 法人、ポッセの関係者が作っているブラックバイトユニオンと。 いう学生の団体があるんですが、そこの、うん、おお、えー、支え支援があって、実際にやめてですね。今訴訟の準備をしているということです。うん、で、やっぱりですね、その彼の話をこう、まあ、学生のそのだあのブラックバイトユニオンもですね、人たちからもいろいろ聞くんですが。あの、親に言えない。 親、親にがですね、この被害を聞いたら、やっぱり悲しむんじゃないかということを、すごくご本人は気にされてたということで、まあ今ではあの訴訟の件も親御さん理解得てやってるということなんですが、 あの本当にそういうのを盾にとって、ですねあの大学生1年生、2年生って本当に弱いところで、とことんまで追い詰められたんだなというのはよく思いますうんなるほどあの、そういった仕方でそのどんどん追い詰められてしまって、誰にも相談できないというような心理状況になる、これは、まあ、とてもよく分かったんですけど、今野さんたちの、例えばそういった団体に相談しに来るときに、これはやめられるのかやめられないのかということもわからないような段階の方、多いんでしょうか。 そうですあのもう、この方、なんで相談にいらっしゃれたかと言いますと、あの私たちがテレビにです、ね、あ,のある番組に出たときに、相談の窓口があの電話番号を告知されたんですね。うん、で実はそれを この被害者の方の親御さんがご覧になっていて、まあ、まさかとは思うけど、えー、こういうところに困ったら相談しないよということでご本人に告知をしてた。で、この時はまだブラックバイトになる前なんです。でまさか大丈夫だと思うけどと言ってたのが大丈夫じゃ実際になくなって、その時にその電話が非常に役に立ったということなんですね。で、最初はやっぱりですね、この、この、これだけ追い詰められてますからどうにもならないわけです。まずですね、その学生の、あの、労働組合のみんながですね、あの、 えー、つとに言ってるのは、会い、会うのが大変。こういうブラックバイトの被害者はもう12時間ずっと拘束されてて、あ<ー>で、相談する時間もない。そうなんです。会えないと。で、会いに行くのが大変で、とにかくお店に行ってですね、の近くの、 しあの場所で深夜に会って、はい、とにかく最初会うことができた、そこまでが大変だったっていうようなことですですから、こうやって取り囲まれてしまってる、今でもブラックバイトに被害に遭っている方、全国にたくさんいると思うんですが、うん、多分後半でもお話しするに、これはひどいケースだけど、あんまり例外あの刺したのはひどいんですが、えー、この状態になっていること自体はそこまで例外的じゃないんですね、はいはい、でそうするとその、取り囲まれちゃっている人ほど、もう自分も鬱つになっているということもあ,る、うん、ありますし、時間的にもです、ねあのに、こういう関係はみんな遮断。 とにかく連絡が。 ここまで届きにくいっていうことがあるわけですなるほど。確かに刺すという行為はとてもセンセーショナルで分かりやすい行為ですけれども、これはレアなケースだとは思います。ただ、そういうような状況に育つまでには、やっぱりもっと小さなレベルからだんだん中くらいのレベルまでどん,どん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 とそのブラックさというものが重なってきて、それが当たり前になってくるから、こいつは刺していいんだとか、こいつは脅迫しても問題ないんだっていうような形で、暴力を振るう側がどんどんエスカレートしていくということも、今度さんあり得るわけですよね。そうです。ですからやっぱり 問題の本質は、あのー、まあ、えっ、ー、と、実際その経営者の側もですね、追い詰められていて、あの、この人が辞めたらこの店が回らないという、はい、まずその構図があって、で、しかもそれが、あもう、 12時間労働ずっとやらせるような密室の関係の中になって、えー、で最終的にこういう暴力にまで至っていくっていうこういう構図があったと思います、うん、うん、なるほど。そういうような状況でそのいろいろと落とされるということになったときに、やっぱり相談をしに行くのがとても難しいということになるわけですね。しかしこういったケースは佐々木さんいざ訴訟になれば。うん あの戦うことはできる。今回録音されていたというのはこれはとても大きいですか。そうですね。あの裁判になると証拠の勝負があほとんど証拠で勝負になりますので、はいえーこ、今回のケースはこうやって録音していてあの動かぬ証拠があるというのは非常に大きいと思います。で多くの例はそれがないことが多いので、はい、あのもしこう まあ、それもなかなか難しいんですけども、あの、もしこういう目にあっているという心当たりがある方は。こっそり録音しても全く問題ありませんので、とにかく証拠を残すことに心をこう、さえてほしいかなというふうに思っております。はい、録音するのは別に盗撮だということで、訴えられたり罰せられたりはしないわけです、ね。そうですね。あの、音を録音するぐらいですから、あの、それはメモを取るのと何も変わりませんので。ええ、で、あの、裁判でもですね、問題になることはありますけれども、否定されるというのは、ごくごく例外的な場合しかありませんので。うん、あの、普通にこれだ。 ひどい目に当ってて、録音していて、それが証拠として使えないということはありえませんので、はい、あのどんどん録音して、証拠を起こしていってもらいたいたですね,そうですね最近はスマートフォンに録音機能もあったりしますし、はい、あのスパイメガネとか、いろんな、ね、もので、ちっちゃな録音装置がついているアイテムみたいなのもあったりしますからね。はい さて、えー、というわけで、いろいろな音声を含め、踏まえて紹介してきたんですけれども、はい、これは一つブラックバイトの典型的であり、極端な例として紹介をしましたが、今回番組を放送するにあたりまして、店舗の運営をしていた DWE Japan に取材を申し込んだんですが、期限までに返答はいただけませんでした。また、今回の提訴にあたり、音野菜を展開するレインズインターナショナルがコメントを出していますので、そちらのコメントを紹介したいと思います。 平成28年6月17日、株式会社、レインズインターナショナル。一部報道につきまして、平成28年6月17日付で、弊社フランチャイズ契約先である DWE ジャパン株式会社、以下 DJ 社に対し、民事訴訟が提起されるとともに、 dj 社、元従業員が刑事告訴されたことにつきまして、大変遺憾に存じております。dj 社に対し、早期解決に向けて、誠心誠意対応するよう、強く勧告をいたします。dj 社との、しゃぶしゃぶン野菜、フランチャイズ契約は、昨年9月の団体交渉申し入れをいただいた後、店舗休業を経て、昨年11月をもって、 閉店解除となっておりますが、刑事告訴の原因となっている障害行為につきましては、本年1月にブラックバイトユニオン、以下ユニオンから申し入れ書による報告を受け、DJ 社に対し、その事実の有無を直ちに調査するとともに、事実であれば即刻謝罪を含め対応するよう勧告をいたしておりました。 また、DJ 社からは、昨年11月にユニオン側から救済を申し立てた東京都労働委員会において、和解協議をユニオン側に求めているとの報告を受けており、行政機関の下で解決に向かっていると認識しておりました。なお、第三者調査機関の調査につきましては、客観的資料や他のアルバイト従業員など、 多くの供述者の供述の趣旨が合致するところを元にして構成されており、客観性があるものと認識しておりますが、刑事告訴の原因となっている障害行為につきましては、他の従業員からそのことについての証言がなかったこと、当該大学生及びユニオンからの調査協力が得られなかったこと、 DJ 社とユニオンの団体交渉の席上においても話が出てこなかったことから報告内容に指摘がなかったものと理解しております今回の DJ 社に対する民事訴訟並びに DJ 社元従業員に対する刑事告訴につきまして一日も早い解決をすべく再度 DJ 社に勧告を行ってまいります というわけで、えー、レインズインターナショナル側の 声明の方まあメッセージの方ですね、コメントを紹介させていただきましたけれども、はい、このコメント、佐々木さん、どういうふうに聞けばいいですか、ねはい、あの私から感想を言わせていただきますと、はい、一言かよっていう感じですよね、<ー>あのやっぱりこういうフランチャイズの悪いところで、えー、本部はやったのはその加盟店であって、はい、俺たち関係ないよっていうのが、ありありと出てるコメントかなというふうに思いますねつまりそうやって切断をしてしまっているというコメですね、はい、フランチャイズというキーワードが出ました、それは後ほどまた取り上げることになると思います。はいええ でので、えー、また後半で議論したいと思います。すね、ここでではちょっとお知らせをするとしましょうかね。今野、はいえー、さんが電話番号ということでね、えー、お話ありましたけれどもブラックバイトユニオンの電話相談受付の番号を申し上げておきます。ネモご用意を。はいよろしいでしょうか。電話番号は零三六八零四七二四五零三六八零四 七二四五番です。毎日、午前十時から夜の十時の間で。電話相談を受け付けしているということで、地域は限定していませんで、全国から相談受付。していて、アドバイスをしているということです。はい、そして金銭面に余裕がないという方は。電話受付の際に、折り返しの電話の希望の旨をお伝えいただければ、ということでございます。そして、ホームページの方にアクセスしますと、e、イメール、メールでの相談受付もあるようですね。はい。はい 今度んね、あの、先ほどの大学生の方、親御さんがね、あの、はい、こんな番号あるみたいだよって案内することによって、実際にたどり着いたということになるわけなので、うんではい、あの、自分自身が今バイトをしてないよっていう方でもですね、ご、はい、家族とかもしもっていうことがあればですね、うん、電話番号そのものを必ずしも覚える必要はない。今検索できますからね、うんはい、そうしたような電話連絡先があるんだという事実、うんうん そういったことだけでも分かっておくと、ねはい、あの重要だということがよく分かりました、はい、セッションの番組ホームページの方にも掲載しておきますので,、はい、でお知らせを挟んで,ですね、他の業種も含めてブラックバイトの実態にさらに迫ると同時にもしブラックバイトに当たってしまった場合にはどうすればいいのかなど議論していきたいと思います、はい、TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしている「荻上地キセッション22」今夜のメインセッションはブラックバイトをめぐり初の提訴。 暴行、脅迫、自腹購入の強要ブラックバイトの実態とその背景とは、と題してお送りしています。スタジオには NPO 法人ポステ代表の今野晴樹さん、よろしくお願いいたします。ます弁護士の佐々木亮さん、お迎えしています。後半もよろしくお願いします。ます前半はです。前半はですね、音声を交えながら、温野菜、えー、について、しゃぶしゃぶ温野菜のケースについて、まあ、問題となっているケースについてね、えー、取り上げたんですけれども、ここからは他の事例も伺っていきたいと思うんですが、たくさんメールをいただいているので、 ちょっと経験談など紹介しましょうか、はい、まずはラジオネームポルコさんからですブラックバイトを体験しました辞めるときひどい嫌みを言われて評判が落ちるという想,想像力がない頭の悪い経営者なのかなと思ったんですがブラック企業の経営者ってどんんな人が多いんでしょうか、うん、それからこの方はですね、えー、ラジオネームバーディーさんです。 ブラックバイトはダブルワークしていたときに、 セクハラみたいな危ない目に何回か相かけたので人ごとには感じられないので興味出ましたはい。それからこれは小野寺さんですね私も就職浪人中にパートで働いていたところがそんな感じでした具体的には書けませんが人格否定がすごくて毎日怯えながら働いていたことを思い出しますブラックバイトと聞くとよく長時間労働や商品の自腹購入あと暴力のことが素性に上がりますがこういった人格否定などの言葉の暴力もそれ に含まれるのでしょうか？とあります。含まれます。含まれますよね。えー、含まれますね。はい、そしてラジオネームひねもぐらさんから元ファミレス店長です。大手も中小も経験しました。振り返ってみると、それなりにブラックだったかなと思います。手を挙げるような暴力はなく、とも言葉の暴力に近いことはあったし。 罰金は取らなくとも、レジのお金が合わなければ、その時間に関わったバイトの名前を張り出したり、私のいた店はバイトが集まりやすい環境の店が多かったので、やりたいようにやって、合わない子はどうぞおやめくださいという感覚はありました。サービス残業もそこそこありました。5時閉店の店では、5時以降の勤怠はつきません。しかし、お客様が5時までいれば、その時間に帰ることは不可能です。 店や店長の査定のシステムがそれを助長させるような部分はあったように感じますただ厳しくやっ,た、えー、やった店ほどお客様に気持ちの向いた良い店ができていましたそこには合わずに辞めていったバイトもたくさんいるんですけどね自分のやり方が正解か不正解かは分かりません,うんこのファミレスのケースですけども佐々木さんどういうふうにお感じになりましたかそうですねまあ日本のうよくあるパターンっていうんですかねそのサービスに対する 対価がですね、えーえー、あまり求めてないっていうのがあ,ありますね。客だから、うんあの、ファミレスに来たら必ず一番いいサービスが受けれるっていうあの感覚で行ってしまって、えーで、そのサービスを提供するために、えー、その店長なり、アルバイトなりにはこう無理をしなきゃいけないんですよね。本来、はい、だったら いいサービスのところは高いわけですよ、そうじゃないんだけども安くてもいいサービスをっていうところのその歪みみたいのがです、ね、結局、一番下のところにどんどん歪がみがいくわけですね、だからアルバイトとかパートとかっていうところにその閉店でも。 仕事してるのに、給料つかないとかですね。えー、あとは、その、過剰なサービスをやるように指導されるとかですね。それを厳しくやれば、それやりますよね。はい。うん。でそれがいい店って言われれば、それはいい店なのかもしれないんですけども。はい。だけど、それが本当に、こう、いいことなのかどうかっていうのは、あの、利用する側もよく考えなきゃいけないのかなとは思いますよね。そうですね。また、この方、店長の方で、厳しくやってれば成果が出るというふうに、ん、お感じにはなってるんですけれども、うんうん、確かに店長のさい 立場だったらそう感じてしまう面はあるでしょうが、それが法令を守られているのか、そこの部分にちゃんとお金が払われているのか、うん、ハラスメントなどなっていないのかということは、やっぱり考え直してほしいところはあるわけですね,ですね最低限のところは守ってほしいですよね。今、話題に出てますように、あのまあ、アルバイトってもともとはあの、すごく賃金が低いわけですね。はいで なので、そんなに高いですね、コミットメント、仕事に対するコミットメント、これまで求められてこなかったわけです。うん、この役割だけやってっていうことな、ね、わけですもんね。ね 基本的には重要な仕事を社員がして、あるいは、その、例えばですよ、その、店舗の時間を延長にする店を、本来、この日やる予定じゃなかったところは、あ埋めするとか、そういうのはやっぱり責任があって、そして、給与をしっかりですね、払ってもらってるような、社員が責任を持って行うと。はい。で、そ、ところが今、アルバイトが、中心的、つまり、時給が安いまま、中心的戦力に移行してるんです。えー、そうすると、じゃあ、これから、例えばですよ、この店を店舗24時間上にしようとかですね、あるいは、その、この日他のアルバイトが、 どううししてても来れなくなくってしまう誰かが病気になった、そういうところも、じゃあ、学生アルバイトに授業休んででも来てもらおうと、こういうふうに、その店舗運営に対して、えー、極度の責任を負わせてしまう、でこれをですね時給のまんまなんです、最,、はい、最,初,最初前半は、ですねそれ、学業と支障を来すよということも言ったんですが、支障を来すのもさることながら、対価が本当にないんですね。えー ですから、これは例えば学生だけではなくて、ブラックパートなんていうことも最近言われてます。うん、え、主婦のパートの方に、そのパートの時給のままに、え、どんどん責任を負わせていくというような問題。うん、あるいは契約社員、派遣社員に対しても、え、その待遇のままにですね、えー、責任を負わせていくと。こういうことがですね、えー、横行してきてると思いますね。うん、なるほど。えー、それからですね、こういったメールも来ておりますけれども。はい、ラジオネーム、現役店長さんです。 最近のブラックバイトの報道などを聞くと、学生バイトを雇用している主に小売り。 飲食業界の全体が誤解されている気がします。今回の訴訟の件は存じ上げていますし、ひどい事例だとは思います。ただ、きちんと法令遵守している会社もあります。私の会社は小売りで学生バイトも雇用していますが、きちんと雇用契,契約書も交わしますし、学業優先で雇用しています。うん、もちろん今回のような会社もあるとは思いますが、きちんとやってる会社もあることも同じく報道していただきたいです。はい、そうですねあ<の>きち やるの当たり前なんですよね、それを報道するって言ってもね、そうですね、何をやるべきなのかっていうね、その方の気持ちはすごくわかるんですけど、こんな、例えば、見てください、ちゃんと契約書を交わしていいみたいな、当たり前なんですよ、当たり前なんですよね、うん。だけれども、今、誤解されているのは、確かにその通りの年が半分あるわけですよ、つまり、飲食店なども含めて、しっかりと法令を守っている企業も多いわけですよね。 ただし、あの、厚労省が出しているようなアルバイトなどにアンケートを取った結果ですと、例えば飲食店、特にチェーン店ではなくて、例えばより個人が経営している飲食店とかの方が、契約書を交わしてないケースが多いであるとか、勤務時間帯の労働が多いとか、よりそのブラックな労働が多い業態と、そうじゃない業態って、統計的にもういろいろ出てきてしまっていて、残念ながら飲食業界は、そうした中ではちょっと成績が悪い、あの、ちょっとブラックだと言われやすいような傾向というものが、 あるっていうことがあるわけですけど、うん、これどうしてなんですかね近藤さん。 あの、先ほど来申し上げてますように、あの、人手不足っていうのは一つあってですね。はい、で、人手不足って、まあよく言うと、その、なんて言うのかな、人、人そのものが足りないように印象を与えるところがあるんですが、はい、実は人が足りないんではなくて、今の人手不足の多くの部分は、労働条件と人がミスマッチなんですね。ほうほう例えば深夜までですね、含めて、24時間営業の,あの飲食店とかですね、まれはコンビニとかでもいいんですが、そういうところに最低賃金の時給で入ってくださいと言って、 ににき受けられる人ってそんんなにいないいですね、はい、で基本的には、えー、主婦と学生がターゲットになります、うんで、主婦と学生がターゲットになるんですが、やはり主婦も深夜24時間やってくれと言われて、えーその、しかもそんな低い時給で、それをやりますかと言ったときに選択しない、そうすると今度、学生しか残らない。 で、学生だってそれはやっぱり低い時給で深夜ってきついわけですね。はい、で、しかもそれで急な呼び出しとかがあっても、全部対応してくれと。そんなのべつ幕なしの労働条件で引き受けられる人がいないから人手不足になってるんですが、うそう、それを織り込み済みにした労務管理をやめてないんです。で、なんでそういう労務管理するかっていうと、やっぱり社員をしっかりとした待遇のですね、ブラック企業じゃなくてしっかりとした待遇の社員を雇うよりも、最低賃金近くの学生をフレキシブルにどこにもどこにもはめて、 った方が一番コストが安く運営ができるうこういう考えがやはり蔓延してしまっていると。 飲食店で結構それができてしまうんですね。と、えー、いうのは、あ,のある程度仕事はマニュアル化されていて、メニューもです、ね、あるいは商品、接客の対応、こういうものもすべてマニュアル化されていますから、学生アルバイトでもしっかりと覚えれば、はい、それはあ,のある種、社員並みにです、ね、この時間を充当できてしまう、24時間のうち、かなりの部分を学生がさっきのオン野菜のように、全部仕込みから、店を開けるからです、ね、彼、できてたわけです、はい、ほとんどの店舗作業、学生でも覚えればできるんです。うんうん、でここにちゃんとししたた教育した社員を入れる るんではなくて、やはり最低賃金近くの学生を入れると、これは利益が出る。こういう考え方で、あの労務管理を作ってしまってる会社が出てきてるんですね。はい、で先ほどのそのリスナーの方のですね、お話に絡めていますと、そういうものが出てきて。 ま、真面目にやってる会社というのはそれこそ確かに迷惑してると思うんです。ですからそこをですね、やっぱりそういうやり方、学生の最低賃金近い、あ,あのですね、あの、え賃金で、その、ものすごく多くのですね、時間、その学生たちにカバーさせようって、こういうことを前提にした、しかもそれでです、ね、集まらないと人手不足だから、えー、どうのなんて、 てしまってるね、うん、こういう業界のあり方をもっと批判し是正してほしいんですね。はい、はい。そういうなんか厳しい条件で、あんまりマッチしないような企業ほど。いや、最近の若いやつはガッツがないなみたいな。<laughs> えー、そうした話で済ませてみて、えー、なんかまた次の人を厳しく当たるみたいな。えー、そうして悪循環がついてしまいそうなところもありますよ、ね。そう,すそうです。ですけど、さっきのお野菜と同じで。そういうところほどですね。社員もブラック企業状態になってるわけです、ねうん。社員も、えー。社員自身も最低賃金以下で、サービス残業ずっとやっていて、つまりアルバイトと社員 が最低賃金の労働を競合して、どっちがどれだけ引き受けるのかというような状態にさせられてしまっている、ここにやっぱり暴力が起きやすい、うんうん、こういう構図もあの潜んでると思うんですねフランチャイズという構造にちょっと焦点当てなくてはいけないわけですよね。はい、佐々木さんフランチャイズってどういういもののですかあの、まあま 例えばコンビニであの想定していただければ分かると思いますけども、本部があって、で、ある看板を、まあ、なんでもいいんですけどね、うん、セブンイレブンでもローソンでもなんでもいいんですけど、看板を持っていると。で、そこにこう、参加したい、えー、会社があると。それは別に子会社でもなんでもない、うん、独立した別の、まあ、会社でも個人でもいいんですけど、えー、事業主がいて、で、その看板を使わせてくださいよと。とい,、はい、いうふうにその看板を使うわけですね。で、看板を使う代わりに、ロイヤリティといって、上がりを取ってくる。 で、本部は儲かる。えー、で、えー、その事業主も看板を使えたことによってお客さんが来て儲かるっていうことです。こういうビジネスモデルではあるんですが、うん、まあそうではあるんですけども、これ非常にうまいシステムになってて、別の事業主が実際は、えー、営業していて、 本部はあくまでも、それに、こう、商品を提供したり、看板を貸してるだけであるということなんで、えー、リスクを負わないで済むんですよね。責任が、こう、所在が分かりにくくなってしまう面が。そうなんです。で、これはすごいよくできている。まあ、金を儲けようという、そのビジネスモデルからするとよくできていて、うん、リスクを取らずに、えー、利益だけを取っていこうということを考えるとですね、非常によくできたシステムなんですね。で、はい、ですので、そこで、こう、何か、 被害に遭ったりとかです、ねえー、損害賠償したいという人からすると、なぜ本部に行けないのかっていう、その法的な責任の追及がです、ね、壁ができてしまうというところがまた一つの特徴でもあるんですね。うん 近藤さん、これはチェーン店の雇われ店長と、例えばフランチャイズの事業主っていうのはまたちょっと違うものなんですかあの、そうですね。あの、法的にはいろいろ違いもあるんですが、構図はかなり似ていて。似ている。えあの、フランチャイズがさっき、えお、ー、話でしたようにですね、あの、責任を負わされる。それだけじゃなくて、上納金がほとんどん取られちゃうんですね。上<ー><の>納金。そり、あらりのですね、6割、コンビニなんかだと、あの、本部に行くと言われてます。はいはいですから、売り上げから経費引いた分の、そこから6割ですね。えー、そっちら入ってしまうという、かなり 過酷でしてコンビニのオーナーなんかも年収200万円の方ってのはざらだというふうに言われてますねじゃあ、フランチャイズだろうが雇われ店長だろうが、やっぱり、まだ雇われ店長の話してるくて、はい、<laughs> ごめんなさい、雇われ店長の場合は、ですね <laughs> えどうなるかというと独立採算性という場合が多いんですよ、はいで、これは店舗ごとに人件費が決まっていて、その枠内で利益を出せというふうにノルマが。 決められてしまうんですねそうすると、さっきのその上納金がいっぱいある中で、学生を安く、こう、長く働かせようというのと同じで、その独立採算になっている店舗ごとの人件費、すごく狭められている人件費、そしてノルマ、利益ノルマがある中で、またここも安く、長く働かせようと。同じようにその えーとオーナーやその雇われ店長がです、ね、その限られた空間、店舗の中で、えー、学生を酷使せざるを得ない追い詰められてるこの構はあると思いる、うん、双方、追い詰められていてでやっぱりその店長、事業主それぞれ、まあ、あの過酷な労働を自分自身もやらなくてはいけない。うん、それと同様の 労働を例えばアルバイトに求めたりとか、分散するときに厳しく当たってしまう。自分自身ももう普通の労働環境とは考えられないぐらいオーバーワークをしていて、まああの精神状態も追い詰められていて、そうした精神状態の中でこう部下、バイトに当たっていくっていうことになると、そこでギスギスしたコミュニケーションが行われるという悪循環がまあ行われていくっていうことになるわけですね。 こうしたそのブラックバイトの問題なんですが、えー、こんな質問も来ております。はい。ラジオネームメタボナクマさんからです。ブラックバイトと呼ばれる仕事や会社の中には大手求人サイトや大手が出す無料の求人誌に パッと見た感じにはブラックに見えない求人募集をだ出していますが、求人サイトや求人誌を運営する側はブラックバイトかそうでないかを見極めたり、仮にブラックバイトの会社だった場合は掲載をやめるとか、定期的にチェックするなんてことはしていないんでしょうかうんこのあたり、佐々木さん、どう考えればいいですか。あのまあ、基本的にししててないでしょうねうあの民間のその求人のやつはそのお金もらって載せる わけですから、はい、あの別にお客さんですからね、乗せてくれる人たちは。なので、その中身までチェックしてないですし、えー、まあそれをチェックするっていうことをやれっていうのは結構酷というか、はい、難しいですよね。公的な機関ではないので。うん えー、なかなか、あの、そね、現れない、その、探知できないですよね。はい、条例とか作ってほしいなと思うことがあるんですよね。あ,<ー>ああいったタウンワーク、タウンワークって、また、なだけじゃなくて、<laughs> バイト系の,あの <laughs> 雑誌とか、まあ、いろいろあるじゃないですか。はい、で、まあ、頑張っていろいろ作ってるんですけど、まあ、読み比べてみるとですね、うん、面接の時にきに清潔な服装でいきましょうとかあの、手書きで書きましょうとか、うん、挨拶はしっかりととか、自分が働ける日を言いましょうとか、アピールの仕方の10条みたいなものが結構書かれてるんですけど、労働条件で 気にすべき実家状みたいな感じで、例えば契約書をもらえましたかとか、うんえー、勤務形態は守られるような規則でしたかとか、うん、自腹購入じゃないけれどもその制服代とか最初から要求されなかったですかとか、うん、そういうようななんか注意項目を、うん、まあ。 そういった情報誌とかが、どん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 こう出していく、条例で義務付けするのもいいし、実、ま、施、あ、努力でもいいんですけど、うん、そういうような仕方で、やっぱり啓発をしていくことで、注意を促すということは、もっとされてもいいですよね、うん。そうですね、今みたいな本当に最低限のチェック項目ぐらいはですね、はい、載せてほしいですよね。うん、そうですね。うん、だからこんな質問も来ております。はいえー、ラジオネームはこふさん ブラックバイトは飲食店以外にどんな業種が多いんでしょうかまた勤め先がブラックバイトだった場合の無難な対処方法ありますかいはい、今田さんいかがですかそうですね、あの飲食店だけではなくて外食とか小売に非常に多いアパレルとかですね、コンビニとかのような小売で外食あ、外食でもですね、えっ、ー、と、ファミレスなんかもありますし、うん、えっと、それから、あ あ、それからあとですね、もう一つ多いのは、あの個別指導塾ですね。はいはい。うん、で、こういうところに多いなというふうに感じます、うん。そのブラックの度合いというものは、現れ方はそれぞれ違うと思うんですけど、例えば個別指導の場合ですと、時間外労働が多いであるとか、そういったものがいろいろ出やすいということなんですかね。そうですね。ちょっと、あの、現れ方はいろいろあるんですけど、まず、えっと、外食と、小売に共通しているのは、深夜帯にすごく長いんですよ、労働が。はい。で、その長いところに、えー、やっぱりどんどんシフト入れられてしまって、うん、学校行けなくなったりとか、うんうんあ うになっっちゃったりっていうこといいこが多いんですね、はい、でじゃあ、今度、個別指導塾どうかっていうと、個別指導塾は生徒さんがあの増えると、あるいはそのこれも同じなんですね、先輩辞めると、その生徒がいるから、はい、お前、生徒見せらんないだろって話で申し付けられる、でしかも途中で辞められないんですよ、はい、ですから、個別指導塾なんか多いのは、大学卒業するまで辞めないってい契約書をあらかじめ結んでて、で途中で辞めたら、損害賠償請求しますよって、あらかじめ契約書を結ばせるケースがとても多いんです。<laughs> 僕、個別指導の塾で働いてましたけれども、授業のお金は出るんですけど、中継ぎ、引き継ぎといってね、あの、まあ、カルテといって、あの、申し送り書みたいな書くわけですよ。うん、次他の人が授業するかもしれないから、宿題講座しましため、ね、うん、みたいな。そうした時間外労働の、まあ、時間というものが結構多かったなっていうことがあったりと、やっぱりその、塾って言えば、何かほ、なんかこう、デスクワークだから、 ホワイトでしょみたいな。もしかしたら思い込みがあるかもしれないですけども、必ずしもそうじゃなくて、どういった労働環境でも、まあ、ホワイト、ブラックはあると。今度はこういうことですよね。そうですね。うん。まあ、厚労省の調査だと郵便局が結構その、ホワイト感出していてですね、<laughs> あの、あ、そういうことなのかみたいなことは、業界によってあったりするので、気になる方は、厚労省の、そういうブラック、はい バイトなどの実態調査があるので、うん、そうしたものを見る,な見るといい,いいかなというふうに思いますうう佐々木さん、これからもバイトをするという方、いっぱいいらっしゃると思うんですけど、はい、どういった点注意した方がいいとお感じになりますか。はい、そうですねあの、まあ、今回のしゃぶしゃぶお野菜のケースも最初は 問題なかったわけですよね。はい、で途中からいきなり、こう、ブラック・バイトに変わっていくわけなので、えー、今、これから始める人、もしくは今やってて問題ない人でも、もし何かあった場合のことに備えて、相談先、先ほど、まあ、ポスでも相談先出てますけども、はい、まあ、もろもろ他にもありますので、はい、えそこら辺ぐらいはですね、 どっかこう手帳とかメモ帳とか、ま、携帯とかどこでもいいですから、何かあった時に相談できるところを持っておくっていうだけで、だいぶ変わってきますので、あの、一番その実態調査でブラックバイトみたいなことな時にどうしましたかって多いのが、半分ぐらい何もしてないんですよね。自分で抱え込むだけで何も動かないで終わっちゃうっていうのがありますから、それだとやっぱりさすがに、 潰れちゃう場合がありますので、<ー>どっかに相談するっていう癖をつけるのはバイトだけじゃなくてその後就職した後も大事になってきますので、うん、ぜひそういうこう習慣をつけてほしいなと思いますね。はい、もう一回、はい、ブラックバイトにユニオン電話番号です。零三六八零四七二四五零三六八四五七二四五番です。毎日午前十時から午後十時までという受付時間でございます、はい。こういった連絡先があるんだと知ることだけでも、はい、まずはえセッションのホームページも載ってます。 になるかと思います、はいえー、今夜は NPO 法人ポーセ代表の今野春樹さん弁護士の佐々木亮さんをお迎えしてお送りしました。ありがとうございました。